はい、皆さんこんにちは、ワナリオリフィジです。では今回はギレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。ようやく外交が実って、資金をね巻き上げることに成功したので、少しお金に余裕がある状態になりました。この後はハワイ攻略作戦とトリントン基地攻略作戦ね、これを行っていく必要がありますので、まずはお金があるうちに両方の基地の攻略作戦、これを発動していきたいと思います。まずはトリントン基地攻略作戦からです。これより我が軍はトリントン攻略作戦を開始する。目標はオーストラリア大陸南東部トリントン基地だ。各員の一層の努力を期待する。トリントン基地は皆さんご存知の通り GP01、GP02、 これのねダッシュのためにガトーが侵入した連邦軍の基地ですね。続いてハワイ攻略作戦もお金があるうちに発動していきましょう。これより我が軍はハワイ攻略作戦を開始する。目標は太平洋中央部ハワイ諸島だ。各員の一層の努力を期待する。はい、これによって2つの基地攻略を同時に進めることができるようになりました。まあ、一つはハワイ、そしてもう一つはオーストラリア、トリントン基地になります。で、実はオデッサ作戦の発動も近いと思いますので、オデッサの防衛と合わせて3つの作戦をね同時に進める必要があるというのが現状になりましたので、主な担当地域をね決めていきたいと思います。まず3連星については、オデッサ基地の防衛をね行ってもらおうと思っています。さらにオデッサ基地はね今ドームを生産していますので、ドームとね3連星というね、まあ、ベストタッグになると思うんですけども、ここで敵を迎え撃ってもらう。でオーストラリアトリントン基地、ここはランバラル隊を送り込みます。そしてハワイ基地攻略に関してはシャをね、派遣する、まあ、そういう体制を取っていきたいと思います。で宇宙の方ではリックドームの開発が完了してますので、生産のラインはねリックドームを生産して、固めていこうかなというふうに思っています。こちらリックドームです。ではその他はですね、ちょっと一旦まあお金がね必要になってくる開発行為とかを行っておきたいと思います。開発がねちょっと滞ってるので、お金があるときにある程度資金をね投入していきたいなというふうに思っています。ではこれで時間を進めていきましょう。ハワイとトリントン基地、そしてオデッサの防衛作戦進めていきます。報告します。各地で旧ジオン派が一斉に蜂起しました。対処が早かったため大事には至りませんでしたが、国内は混乱し経済活動に深刻な影響を与えています。これは前回の動画の中でお話しした旧ジオン軍の扱いをどうするかで、まあ穏便に済ますという選択肢を取った部分だったと思うんですけども、それによって、まあ経済的なダメージを受けたというところですね。まあ、どっちが良かったのかというのはね、まあそれぞれメリデメあると思うんですけども、不足しているお金がね、ちょっと今回収入としては減っているのかなという状況です。では予算投入各種していきましょう。ハワイの攻略戦ですが、ハワイ攻略戦の方にはズゴック部隊と、あとは土台と陸戦ザク、これを投入しています。まあ、先遣部隊としてある程度の数揃えました。ご紹介していきましょう。まずはズゴック隊ですね。ここにはアポリーとガトーがいますけども、彼らにズゴック隊を率いてもらいます。ズゴックが全部で7、さらにジェダイジェダイになっちゃいましたね。スターウォーズじゃないですけど、あとはドダイとザクの陸戦型、これ、が合わせて5ですね。ズゴックがごめんなさい、全部で8、ドダイとザクの組み合わせが全部で5という組み合わせになります。これでね先遣隊と称して進んでいきましょう。やっぱりズゴックは水中の適性が非常に高いので移動力がむちゃくちゃありますね。こんだけ移動がスムーズだと、まあ、ストレスフリーで進めていけそうですね。まあ、基本的には
しっかりと拠点を確保しながらですね、進んでいくという戦略になるかと思います。ワールドマップ見ていただきましょう。敵は画面中央に固まってますので、このまま画面中央に向かってぐっと進んでいきたいと思います。まあ、敵モビルスーツはいなそうに見えるんですが、この後の攻略を見据えてできるだけ損害を少なくしていきたいので、今画面に映ってるマップでいうところの左上と右下、この2つの基地を押さえて、敵への補給をまず断ちましょう。で、あとはですね、ズゴック、これ、ノーマルタイプのズゴックになりますけども、あまり偵察の能力は高くないところありますので、土台に乗った J 型でしっかり索敵を行って、確実にね、攻撃回避のボーナス得られるような形で進めていきます。なので図獄隊は二手に分かれましょう。左上に進む部隊と右下に進む部隊、これはそれぞれアポリーとガトーに引き入らせていきましょうか。じゃあこっちにアポリーをスリーズゴックで進んでもらいましょう。でガトーの方は5キロズゴックで進んでいきます。で中央からは J 型を進めて、結果的に J 型とね、ズゴック隊が画面の中央で合流できるように進めるタイミングをね見ていきたいと思います。J 型でちゃんと索敵ができれば、この戦力だったら十分に撃破できると思います。さあ敵が先に動いてきましたね。まあ、ここはニムバスを叩きに来てるな。まあ、一旦防具でしのぎましょう。ニムバスだけでも残ってくれればっていうところですけどね。ズゴック初めての戦闘士になるのでせっかくなので見ましょう。敵は水中の潜水艦ですね。まあこっちは一度陸に上がってしまったズゴックなんでちょっと罰が悪いですね。確実に次のターンで潜水艦潰していきましょう。潜水艦を1機2機といるもの潰しておけば、この後だいぶね、戦い楽になるかなというふうに思いますので潰しにかかります。でズゴックは回復しましょう。ここにいる潜水艦潰せば補給ラインもつながるので回復はできるかなと思います。そしたらズゴック1機だけ陸揚げして制圧しておいて、残りは攻撃に向かいましょう。ダメージを受けたくないのでニムバスは一度回復拠点に戻しましょう。まあ、地味な戦いにはなりますけどね。で索敵して潰しておきます。これで今敵のね、中央ハワイ本島って言ったらいいのかな、そこにいる敵拠点への補給を断ったという状態です。左上と右下の拠点を押さえたというところですね。ではこのまま、先遣部隊として派遣したガトーとアポリーですけどね、このまま潰していきましょう。まるでモンガ叩きだ。一応シャアも今カリフォルニアベースに向かわせているところなので、この後で、まあ、シャアザクを使ってハワイに侵入可能ではあるんですけども、シャアズゴックをまだ配備していない関係もあって、まあ、十分にシャアが活躍できる場というのもないので、まあ、ここはもう先遣部隊で倒せるところで倒していきましょう。死にたくなかはそこをどけ。我が行く手に立ち塞がる者には死あるのみだ。ちょっと話それちゃいますけど、ガトーの声ってあのニコラス・ケイジの吹き替えやってる方と同じですかね。なんか声が似てるような気がします。ニコラス・ケイジはね結構好きで、映画とかねあんまり見る方ではないんですけど、ニコラス・ケイジの映画は Amazon プライムとかで結構見漁ったりしてますね。っていう話をしてるところで、レビルの乗っていた潜水艦だったと思いますが、これを撃破しています。さてここからはランバラル隊になりますね。ランバラル隊、まあ、ランバラル、クランプコズ、それにアコースという、まあ、本当にねランバラル隊を今これはタイに侵入させたような状態ですね。でホワイトベース、これは
連邦から奪取したものですけども、これも配備してあります。ここにはね、将来的にはハモンさんに乗ってもらおうかなという部隊ですね。これらを使って、まあ、東南アジア、タイからシンガポールにかけて今進出中です。でここを経由して、インドシナ、インドネシア、この辺りをね、さらに攻略として、進軍して、その後にトリントン基地、オーストラリアの上陸作戦を起動したいと思います。ここもある程度の数の土台とザク、それズゴックも必要になってくるかなと思いますので、数はねしっかり用意をしていきたいと思います。まあ、ランバラルはねホワイトベース隊撃破してガンダムも撃墜したということで、まあ、まさにジオン十字勲章ものだと思うんですけども、そのランバラルをね前面に出していきたいと思います。ランバラルちょっとダメージ蓄積したので、後列に下げてザクで攻撃を仕掛けるというね作戦になります。これで全部削り取ったので、このタイ、シンガポールが制圧完了になります。うまく作戦がはまりましたね。まあ、ランバラルは本当に優秀な機体乗ると強いですね。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。これでトリントン基地に向けてまた進撃を行っていきましょう。連邦軍がオデッサに対し、オデッサ作戦が来るか。開始したようです。ドームの数が足りるかどうかだな。地上の生命線ともいうべき重要な拠点、何としても守らねばなりません。冒頭でお話した通り、3連星はオデッサに配備してあるので、司令官に任命し、まあ、3連星をねしっかり使っていきましょう。よろしい。今キシリアの方からマクベオデッサの防衛作戦に司令官として任命するという話が出てますけども、これイエスを選択した場合は、まあ、マクベがね核を使用する、南極条約で、禁止された核を使用するというイベントにのを選択した場合は、僕が自ら指揮を取る、まあ、ギレンがね指揮を取るということになると思います。でイエスを選択した場合はですね、マクベが敵味方問わず核を打ち込んでくるので、今回はノーにしましょう。戦線もね今有利に進んでますので、自分で指揮を取っていきます。マクベには任せられないというのですね。わかりました。まあ、核を使わないんだったらねマクベに任せるんですけど、核を使ってくるんでなかなかいいですよとはねちょっと言いづらいですよね。ハワイに出撃したことによってカリフォルニアがちょっと手薄になったんですが、そこを漏れなくついてきましたね。連邦軍がカリフォルニアに向けて攻撃を仕掛けてきています。ここは少し戦力的に相手に対して劣勢ではありますけども、まあ、なんとかねこの劣勢をくぐり抜けていきたいと思います。まあ、幸いなことにザクのマリンタイプ1隻1機だけなんですけども、これがいるので、うまくですねこれで敵の補給をね立つことができれば勝機はあるかなと思いますので、そこに活路を見出していきましょうか。まあ、基本的には敵を迎え撃つ体制でね、行きたいと思います。まあ、ここはガデムがファットアンクルに乗ってるので、このファットアンクルで拠点を守りつつ、ザクのね J 型でここにはジョニー・ライデンが守りとして入ってくれているので、このジョニー・ライデンでなんとかね逃げ切りを図りましょう。ザクマリンタイプがどれほど持ってくれるかな、敵に対して。うー結構削られるな、結構削られたけど、まあ、なんとか半分で済んだので回復していきましょう。俺は俺の誇りのために戦う。ジョニー・ライデンは専用ザクでどこまで戦ってくれるかな。半分は削られるんだな。それでもまあもうこの時点だとね、やっぱ高性能機ドームとかに比べるとジョニー・ライデンが乗ってるとはいえ、ザクはね、もう優位とは言える状況ではないと思いますので、まあそこをどうこのジョニー・ライデンの限界突破で補正させていくかっていうところですかね。
ここにいるのはガンタンク2かな。ガンタンク2相手にザクマリンだと話にならないからな。一旦ここは敵の補給を断つという動きに専念したいんですが、あんまり出すぎるとザクマリンがやられてしまうので、絶妙な位置を維持していきましょう。ここはハワイの攻略戦続きですね。まあ、だいぶ押し込んできているので進めていきましょう。まあ、そんなにむちゃくちゃ焦って攻める必要があるような場面ではないので、じわじわとにじり寄りでいきます。これからは私が楽にさせてあげよう。せいぜい自分の機体でも磨いておくんだ、まあ、シーマとガトーの会話シーンですね。まあ、犬猿の仲と言ってもいいと思うんですが、シーマもなんかで見たんですけど、フィギュアではなかなかセクシーな感じでしたね。劇中のね、感じだと何歳の設定なのかちゃんと見てませんけども、まあ、30後半ぐらいなのかなっていう感じのね、風貌なんですけど、フィギュアだとね、まあ、20代ぐらいのなんか裏若き女性、しかもセクシー路線の女性になってましたね。負けるわけにはいかないんだ。さあ、ハワイの基地中枢に迫ってます。ちなみに画面の左上の方から敵の援軍が出てきてましたので、この援軍もね潰す必要があるのかなと思います。今ちらりと敵にセイラさんが入ってましたね。ファーストガンダムの中でね、好きな女性キャラはセシリア、じゃ違うな、なんだっけな、ロザリアじゃなくてガルマの恋人役を務めた女性がね、僕は結構好きですけどね。ガルマの恋人はイセリナでしたね。イセリナ。兄さん、これでセイラさんを撃破。これでもベテランなんだぜ、負けるわけないでしょう。さあ、これでハワイの攻略完了になります。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。はい、ではですね、ハワイの防衛が完了したところでオデッサ作戦が発動されて、ご覧のような部隊がオデッサの方に入ってきています。オデッサの、ね、防衛戦を開始していきたいと思いますが、その模様は次回続きをプレイするとして、今回はここまでにさせていただきたいと思います。